皆さんこんにちは、みかんくるです。今回は十二支の最後の絵とイノシシのモチーフの作り方をご紹介いたします。材料です。今回使用するのは茶色、黒、白の3色の毛糸です。かぎ針は 3.5mm、6号サイズのものを使用して編んでいきます。まずはじめに茶色い糸を使って細編み6目の円の形を3段まで編み進めていきます。はじめに輪の作り目をします。指に二重に巻きつけてから輪の中に針を通して向こう側の糸を手前にくぐらせていきます。ここからまずは鎖編み1目を編んで立ち上げます。次に輪の中に細編みを6目編み入れていきます。1、2、3、4、5、6。細編み6目が編めたら輪を引き締めていきます。まずはじめに糸端を軽く引っ張ります。二重になっている輪のうち縮んだ方の内側の糸を糸端が出ているのと同じ方向に向かって引っ張ります。最後にもう一度糸端を引っ張って完全に輪を引き締めます。はじめに編んだ細編みの頭に針を通して引き抜き編みをします。これで1段目が出来上がりました。次に2段目を編んでいきます。まず鎖編み1目を編んで立ち上げてから今引き抜き編みをしたのと同じところすぐ根元の初めの目に針を通してここに細編みを2回編み入れます。1回同じところにもう1回次の目に移ってここにも細編みを2回編み入れます。1回同じところにもう1回次の目にも同じく細編みを2回編み入れて増やし目をします。2、次の目にも増やし目、1回同じところにもう1回次の目にも増やし目、1回同じところにもう1回次の目が最後の目になります。ここにも同じく細編み2回を編み入れて増やし目をします。これで1周編み終わりました。はじめに編んだ細編みの頭に針を通して引き抜き編みをします。次に3段目を編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げてから今引き抜き編みをした同じところすぐ根元の初めの目に細編みを1回編み入れます。次の目に進んでここには細編み2回を編み入れて増やし目をします。次の目には
細編みを1回。次の目には増やし目をします。同じように細編み1回と増やし目を繰り返しながら1周編んでいきます。1回、次の目に増やし目、1回、次の目に増やし目、1回、次の目に増やし目。これで一周編めましたので、はじめに編んだ細編みの頭に引き抜き編みをします。これで3段目までが編み終わりました。次に4段目を編んでいきます。まずは鎖編み1目を編んで立ち上げてから、引き抜き編みをしたのと同じところすぐ根元のはじめの目に細編みを1回編み入れます。次の目に移って、ここには中長編みを1回編み入れます。次に鎖編みを2目編みます。1、2、中長編みを編んだところの上の2本、手前の上に見えている2本に針を通して、ここに引き抜き編みをします。次に針に糸をかけてから、もう一度同じところに今度は長編みを1回編み入れます。次に鎖編みを2目編みます。長編みの上に見えている手前の2本に針を通して引き抜き編みをします。針に糸をかけたら次の目に進んで長編みを1回編み入れます。鎖編みを2目編んでから、先ほどと同じく長編みの上に見えている手前の2本に針を通して引き抜き編みをします。もう一度同じところに長編みを編み入れます。次の目に進んで、ここには中長編みを1回編み入れます。ここまで編めたら、次に白い糸を持ってきます。針に糸をかけて次の目に進んで中長編みを編みかけの状態にします。ここでまたすぐに茶色の糸に持ち替えます。編みかけになっている中長編みを茶色の糸で完成させます。これで牙にあたる部分が出来上がりました。次の目に進んで
白い糸を編みくるめながら、茶色の糸で細編みを一回編みます。次の目にも同じく白い糸を編みくるめながら細編みを一回編みます。もう片方のキバを編みます。また白い糸で次の目に中長編みを編みかけの状態にします。すぐに茶色の糸に持ち替えて編みかけになっている中長編みを完成させます。これで両方のキバが完成しました。次の目に進んで中長編みを一回編みます。また次の目に進んで、ここには長編みを一回編みます。続けて鎖編み2目を編んでから、今編んだ長編みの上の手前の2本に針を通して引き抜き編みをします。もう一度同じ目に長編みを1回編み入れます。鎖編み2目を編んでから、同じように長編みの上にある手前の2本に針を通して引き抜き編みをします。次の目に進んで、ここにも長編みを1回編みます。もう一度同じように鎖編み2目を編んでから、長編みの上の手前に見えている2本に針を通したら引き抜き編みをします。今長編みを編み入れた同じ目に、今度は中長編みを1回編み入れます。このあたりまで編めたら、白い糸はもうカットしてしまって構いません。編み始めの茶色い糸もカットしてしまいます。次の目に進んで、ここには細編みを一回編みます。次の目にも同じく細編みを一回編みます。次にここから耳を編んでいきます。鎖編みを3目編みます。1、2、3、一目戻った2つ目の鎖編みの裏山に引き抜き編みをします。一つ目の鎖編みの裏山には細編みを1回編みます。次に針に糸をかけて、最後に編んだ細編みの
頭の手前1本と左足の1本、ここに針を通したら、そのまま中長編みを1回編みます。これで片方の耳が出来上がりました。次に針に糸をかけたら、先ほど最後に編んだ細編みと同じところにもう一度針を通して、ここに長編みを1回編み入れます。この時長編みを途中まで編みかけの状態にします。次にここで黒い糸を持ってきます。編みかけになっている最後の長編みを黒い糸で完成させてから、次の目に進みます。次の目には黒い糸で長編みを途中まで編みかけの状態にします。またすぐに茶色い糸に持ち替えて、編みかけになっている黒い長編みを完成させます。次の目に進んで、ここには茶色い糸を編みかけの状態にします。また黒い糸に持ち替えて、編みかけになっている茶色の長編みを完成させます。もう一度同じ目に、今度は黒い糸で長編みを途中まで編みかけの状態にします。茶色の糸に持ち替えて、編みかけになっている黒い長編みを完成させます。次の目には茶色の糸で長編みを途中まで編みかけの状態にします。また黒い糸に持ち替えて、茶色の長編みを完成させます。次の目に進んで、黒い糸で長編みを途中まで編みかけの状態にします。茶色い糸に持ち替えて、編みかけになっている黒の長編みを完成させます。もう一度同じところに茶色い糸で長編みを今度は完全に編みます。次にここからもう片方の耳を編んでいきます。耳は先ほどと同じ編み方です。まずは鎖編みを3目編みます。2つ目の鎖の裏山に引き抜き編みをします。1つ目の鎖の裏山には細編みを1回編みます。針に糸をかけてから、最後に編んだ長編みの上の手前に見えている2本に針を通して、中長編みを1回編みます。このまま次の目に進んで、ここが最後の目になります。細編みを1回編みます。これでもう片方の耳が完成して、一周編み終わったことになります。初
はじめに編んだ細編みの頭に引き抜き編みをします。これで全て編み終わりました。糸をカットして、黒い糸は編みくるんでいますので、このまま短くカットします。最後に出ている糸をとじ針を使って始末します。糸の始末ができたら、これでイノシシのモチーフの完成になります。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。